皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ三輪です。今日もありがとうございます。今日は以前からお伝えしていた通り獅子座新月の日です。今回新月を迎える獅子座のキーワードは情熱、自己表現、志、ドラマチックな展開、注目を浴びること、そして人生を楽しむこと、こんな言葉が挙げられると思います。今回そんな獅子座のエネルギーを取り入れて最近やる気が出ない方や心や体が重い方が元気になるようなヒーリングをお届けします。ヒーリングを受けていただく方はぜひこのヒーリングを受けた後どうなりたいのかをコメント欄に書き込んでみてください。そのコメントにもエネルギーを流したいと思います。視聴する際は立っていても座っていても大丈夫なんですけど、できるだけ全身の力を抜いてリラックスしてください。画面の前で目をつぶって感じていただくだけでもいいですし、ただぼーっと見ていただくだけでも大丈夫です。ただできれば動画の中でエネルギーを送りながら声でちょっとした誘導もしていきますので、それに合わせてイメージングもしていただければより効果が上がります。画面は見なくても音を聞いているだけでもエネルギーが通るように設定しています。それでは早速始めていきたいと思います。獅子座新月のエネルギーヒーリング、お楽しみください。手と手の間にあなたのハート、胸の部分をイメージしてください。あなたのハートはどんどん癒されていきます。手と手の間にあなたのお腹をイメージしてください。あなたのお腹にたまった未完了の感情や我慢してきた気持ちが解放されていきます。
手と手の間にあなたの頭をイメージしてください。古い観念をクリアにしていきます。手と手の間にあなたの DNA の螺旋をイメージしてください。 DNA が修復され、 DNA の色が鮮やかになり若々しくなっていきます。DNA の一粒があなたの体の中に入って、体全体にきれいな DNA が広がっていくイメージをしてください。それでは今日のヒーリングは以上です。この動画は公開しておきますので、
何度でもご利用いただけます。あなた自身とあなたの人生の変容をこれから楽しまれてください。それでは今日もありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。